さて、それではね、今思ったけどね、あの家もちゃんと中まで早く完成させたいよね。と思ったけど、まあまずは線路をやりたいと思います。とりあえずね、片方だけ、まずはレールを引いちゃいたいと、引いていこうと思います。あ、で、パワードレールは、まあ、また後々ということで。そういや、また丸石使うんだな。なんだかんだで丸石めっちゃ使うな。っていうか夜か、ちょっと怖いな。ここら辺から登っていく感じかな。とりあえず行けるとこまで引こう。そうすると、ねえねえ、OK、OK、どうせな、あ、まあ地面は一回そんなこだわらなくて。これ線路の下のを破壊したらどうなる？線路も一緒に、線路っていうかレールも一緒に壊れるか。なら丸石にした方がいいかな。後から買いたいと思った時は面倒になるから。しかしめっちゃすげえ丸石使ってんだよな。またちょっと暑くて暑くてさ、本当に暑くてさ、喉がカラカラなんだよね。いて、あ、剣ぶっ壊れた。あ、やべ、剣がない、剣がないっていうか武器がない。お、なんで、なんでこんなところに。こんな感じで、邪魔だなこのツタ。よし、暑いな。みんな花火大会とかもう行った？僕は行ってないけどね。もう少しで地元の夏祭りがあるから、まあそれに行く予定でありまする。結構田舎だけどね、ちゃんとした夏祭りでね。花火とかもそれなりにね、ちゃんと上がるんだよね。さて、どう行くか。ここで曲げるか。線路でとりあえず石っぽいもので引いていこう。ちょっとこれもったいない気もするけど、まあいっか。なんか綺麗だね、綺麗ぼったいね。どうしよっかな。あんま水のとこは行きたくないね。あんまはカーブをつけすぎるのもあれだし。うお、びっくりした。洞窟かい。マジでってことはここら辺ずっとそうじゃない。そしてまた草が邪魔だな。
とりあえずここで一気に曲げて、ああもったいない、もったいないというかめんどくさい。結構地味だね。まあマイクラはね、全体的に地味な作業が続くゲームだからね。地味じゃよ、つまんねえよって思うことがおかしいんだよ、そもそも。マイクラは地味なゲームですからね。斧ってあった？あった。あっち今セミの鳴き声入ってるでしょ。めっちゃ鳴き始めた。めっちゃ暑い。ここんとこはめっちゃ暑いわ。夏のね、暑さはね、8月からね、10月にかけてめっちゃ暑い日が続くよね。なんかもう個人的に10月っていうとね、涼しくなってきた秋っていうイメージがあるんだけど、10月って全然暑いよね。で、11月後半から12月にかけて一気にね、寒くなってくるっていう感じだよね。でも個人的に11月ってもう冬の初め頃ってイメージがある。いや、さすがにそれは早いか。なんかちょっと切れぼったいね、この色。この色いいね。ちょっと正解だったかもこれ。あ、変なとこ引いちゃった。これさ、よくよく考えたらさ、これ掘らないでここ1段上げちゃった方がいいんじゃね。その方が手間かかんないよね、どう考えても。そうだよ、こういう作り方なら別に水の上でも問題なかったんじゃね。ちょっとミスったな。そうだよね、なんで考えつかなかったんだ。あー、でも歩くとき邪魔になるか。まあいっか。っていうかレールね、レールね。みんなみんなみんな、ようこそ地球へ、ようこそ。アークスの妄想は止まらない。ってね、何の曲かっていうとね、あの PSO2 のね、小林幸子さんのあの歌ですね。全然歌詞を知らないけど。いいこと考えた。まあ口だけかもしれないからあんま期待しないで聞いてほしいけれど、これ完成したらもう一個のレールは空中を飛ばそうかな。空中を飛ばすっていうの、これは地面にくっつけてる感じだけど、もう一個はなんか地面じゃなくて浮いてる感じっていうか、なんていうの、そんな感じで作ろうかな。っていうかこれタイマーつけないといろいろやばいよね。これわざわざ落とす必要ないな。やばい、これベッド持ってくるべきだったか。これ今どこへ向かってんだ。大丈夫かな、この方向で。あんま曲げちゃってもね、あんま曲げなくていいよね。別にウォータースライダーじゃないしね。これはあくまで公共交通機関だから。
ただ言いたかっただけ。公共交通機関って言いたかっただけ。公共交通機関なんて普段あんま言うことないもんね。なんか行ってみたかった、公共交通機関って。なんかできる人っぽいじゃん、公共交通機関って普段から言ってる人。なんかマイクラしてると自分のイメージダウンがどんどんされていくような気がするんだけど、気のせい。あれなんだよね、マイクラはね、基本的に地味な作業が多いからね。普通にゲームの実況っていうの、今滑らかな戦力眼を置いています、その上に線路を引いてますってゲームの実況だけをしてるとね、本当につまんない動画になっちゃうから、雑談とかね、そういうことをして話していかなきゃいけないわけでね、そういう話をしてるとなんかいろいろねあれなんだよね。よし、水の上を走らせよう。なんか動いてるなと思ったらゾンビかい。ゾンビのモノマネ難しいな。結構昔はね、なんか他人のモノマネとかするの好きだったんだけど、いや別におふざけだけどね、真面目にやってる。言ってなんだ、スケさんか、痛いな、暗いし。どこだどこだどこだ、松明置かんと。あ、なんかここ登んなきゃじゃん。みんなみんなみんな、ようこそ地球へ、ようこそ。なんかあの曲が頭から離れないんだよね、曲がというよりあの顔が。ほんと見たことない方はね、1回でいいから PSO、 あ、僕も動画出すかもしれないけどね、 PSO2 の小林幸子さんのねステージライブ、 PSO2 ナイプステージライブ見てみてくださいよ。あの顔がすごいんですよね、ほんとまず思うこと顔ってね、絶対思うから。ほんとにあれ頭からもう離れないわ、インパクトとしてはすごいよね。完全に我々の我々にインパクトを与えたね。そういう意味ではもう成功なのかもね。ほんと寝る前にあの PV 見たら夢に出てきそうなくらいだよ。つうかまたスケさんいるよ。クズの妄想は止まらない。なんだっけ、今 PSO2 では FF14 とのコラボでね、オーディーンとかあとはコスチュームとか出たりしたんだけどね、まあ、FF14 でもやりたい、あのコラボやる予定とは言ってるんだけどね、ちょっとそのコラボで何をするかって当ててみよう。個人的な予想では PSO2 やってみた感じ、コラボをするならまあありえそうなところで言ったらやっぱりクーナのステージライブとかじゃないかなね。グリダニアの音楽なんとかってところでさ、なんか普通にクーナとかの NPC を出してさ、
ステージライブとか普通にありえそうな気がするけど。あとは14開発が頑張ってレアドロコイコイをね実現させちゃうとかなくはないよね。だって他にコラボって言ったらどんなことやると思う？他が思いつかないんだけど、そもそも。あと人気キャラって言ったらね、マトイとかルーサーとかクーナ、そこら辺だよね。でもそれでコラボっていまいち内容が思い浮かばないし、ただの戦闘っていうんじゃね、なんかインパクト足りないしね。そうなるとやっぱりあのクーナが FF14 でライブを開催ってなった方がインパクトはでかいよね。レアドロコイコイ開催、みんなも一緒に踊ろうって、そういう感じの方がインパクトはでかいよね。どうなんだろうね、気になる。だから僕的には予想としてはライブイベントがある、あとはフェイト絡みでなんかありそうだな、ね、フェイトでダークファルスが出てきた的な感じとかありそうな気がする。フェイトは混ぜてきそうだな、14的に。僕の予想はこんな感じです。みんなはどう思いますか？いってえな、もう今度雲かよ。うやっばばー、うわっぶんねー。線路まで破壊されるのは困る。ちょっと待って、離れよ。ここで弾爆発していい。死んだよ。っていうかレールが足りねえ、めっちゃ足りねえ。ついでにこの石も足りない。石、終わりました。おお、でもなんかすごい、ちゃんとレールっていうか線路だ。トロッコ持ってくればよかった。とりあえずどうしよう、こっから石にしよっか。さすがに全部この石はきついわ。ゲームする時間をマイクラだけにね、つぎ込めばね、素材集めくらい何のこっちゃないんだけど。まあ、MMORPG やってる方ならわかると思いますが、大体のゲーム時間、MMORPG、オンラインゲームに取られるわけですよ。ねえ。さて、例のあの洞窟はどこだ？今どの辺にいるんだ自分。なんかなんだかんだでカーブいっぱいだな。なんか喉が痛いんだよね。なんか知らないけど、久しぶりに喋ったからかな。ちょっと実況してなかったからね、いろいろ用事とかあって。もうレールがないや。すっげえな、予想以上にレール必要だわ。2本目の線路とか無理じゃね。だってこれ1本完成させるのに1000個くらいいるんじゃない、これレール。いや、もっといるんじゃね、これ距離的に。それ以上いるよ、ね、今やっと6割くらい完成したってところ。ちょっと線路の上を歩いて帰ろう。
おお、これトロッコで走ったら楽しそうだな。いや、楽しそうってほどではないけど、便利にはなるね、とりあえず。そっか、せっかく2本作るならもう1本をゴール地点を別のところにするっていうのがありかもな。向こう側に伸ばしていくとかね。ゴール地点を同じにしようかと思ってたけど、そうだよな、ゴール地点を別にするの、すればいいのか。だったら線路っていうか、何、路線をもっと増やしてもいいかもな。おお、なんかちゃんとどんどん妄想は膨らむけど、いつになるやらって感じだな。まだ一本すら完成しないよ。と、まあ、とりあえずレールがもうなくなっちゃったので、とりあえず線路作り、駅作りは一旦ここで終わります。一旦別のことをしていきます。ということで、またね。